Hola, 皆さんこんにちはえみこです。今日は頭が痛いという表現についてレッスンしたいと思います。まずは動詞ドレールの使い方なんですがドレールはグスタールやパレセールなどと同じ少し変わった活用する動詞です。メドドドゥエエエレ、レ、レレテといった感じ。そのままフレーズで覚えてしまっていいと思うので例文をどんどん出していきますね。 まずは、頭が痛いというとき、めどえれらかべさ、めど cabeza お腹が痛い、めどえれるエストマゴ、el e s t エストマゴ。首が痛い、めどえれるクエジョ、め el c u クエジョ。続いて、体の中で2つあるもの、 腕とか足とか目などが両方とも痛いとき、要は複数のものが痛いときは、ドゥエレンを使います。両腕が痛い、メドゥエレン los brazos。両足が痛い、メドゥエレン los pies。両目が痛い、メドゥエレン los ojos ーー。他には歯が何本か痛いときは、メドゥエレン los dientes です。 腕のように二つあるけど、片方だけ痛いときは、ドゥエレでオッケーです。右腕が痛い。メドゥエレ・エルブラソ・デレチョ。左腕が痛い。メドゥエレ・エルブラソ・エスキエルドとなります。ちなみに、友達にどこが痛いのって聞くときは、ケテドゥエレ。もしくは、お腹が痛そうにしていたら、テドゥエレ・エル・エストマゴテドゥエレ・エル・ストマゴ・エスタスビエン と聞いてあげてくださいまた自分がとっても痛いけどどこってはっきり言えなかったりスペイン語で何と言うかわからないときはもう痛いところを指さしてメドゥエレアキーメドゥエレアキーここが痛いって言えば伝わりますペルー人はメドゥエレアカーってアキーじゃなくてアカーって言ったりしますでは今日は痛いという表現についてのレッスンでした Muchas gracias por ver mi video. ¡Chao!